お待ちしてました。おはようございます。おはようございます。リングジャケット半田さん、半田真嗣です。そして、はい、ラミネです。ヒントのジラミネさんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はイヤモのフラメイトのお買い物っていう話だったんですけど、ついてついてきちゃいました。余計な見ちゃうしすぎですよ、ね、私もフラメイトがないんだなのでね、せっかくなんで、貼り物の方をいろいろ見せていただきたいなと。あ、そうですね、はい、いっぱい入ってますので、ゆっくり見ててください。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、春って感じのそうラインナップがこうなってくるとワクワクしますからね、お店ね。シーズンが来たらね、うん、立ち上がりっていいですね。選びたい放題じゃないですけど、なんかワクワクしたんで。あ、選びたい放題じゃあ、買いたい放題、買いたい放題ですね。カート入れたい放題。大祭り。知らないじゃないですか。ヒラメに着てるやつじゃないですか。これは今シーズンのおすすめの。ああ、やっぱいいなと思ったかもしれない。花が、うん、ありますよね。ネタとしてなくて、ちゃんと組織感は。ねえ。素材はシルクカシミだ。うわ、シルクカシミだ。シルクカシミだ。シルクまあ、やっぱ男たるもの年がら年中カシミを着るっていうのは、うん、大事なことだと思う。女の子焦点するやつですね。そうですそうです。カシミやつ。カシミ着ただけで。着ただけでするとかしないとか。ね、焦点って触ってもらうために着てますから。そうですよ、ね。肌材のいいもの。これめっちゃいいよ。そうですね。これめっちゃいい。いやまあ確かに。光沢が。今シーズンは本当シルクカシミをかなり使っていて。ベージュと、まあ、その色違いの横に茶色もありますし、これ色違い、茶色これですね。ちょっとトーンが。そう。なんか、ベージュと茶色、似たんだけど、やりにあるって思うんですけど、やっぱりエレガントなものは、うん、やります。これ色違いでこの2色だったと思うんですか？そうです。すごいっすね、この人で気になってること。もっと話すじゃないですか。すげえ。普通大体どっちかブルー系で。そうっすよね。ベージュと茶色っていう。タニアっぽい、その提案の仕方っていうんですかね、うん、こういう。中間色いいっすね。写真はなんかやっぱ赤だけどいいっすね。あ、うん、これ爽やかな。いつもに比べたら。いつもに比べたら。だいぶ爽やかに。いい？ダメこれ。でもなんか最近ね、ティラマさんグリーン。グリーン好きなの。ね、うん、グリーン付いてるというか。グリーン付いてる。なんかね、夏っぽいグリーンいいっすよね、やっぱ涼しげで。いい。うん。グリーン素材考えたらやっぱいいっすね。春夏らしいというか、こういう凹凸感のものとか、リネンとか入ってるといいっすね。あ、これね。これ個人的に僕これ買いました。あ、出た。めちゃくちゃおすすめ。買いました。ハンダチョイス。はい。サマーツイール。いいね。この、玉が、ネット感がいいよね。ネット感がめちゃくちゃ立体感があって。この黄色のペンっていうのもちょっと新鮮でいいかなって。ね、オーシャンブルー。まあ、なんか今年こういう色とかちょっと行ってみようかなと思ったりしてるんじゃないですか。いいと思いますね。あんま春着ないんだけど、うん、なんかもう結構クラシックなイタリアっていう感じのね、雰囲気がしてで、いいですよね、うん、ザっていう、でも古臭くないちょっとこう配色とか、うんうん、まだだってこれ半分も入ってないぐらいですよね。まだ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 本当に立ち上がりに来ていただいてるので、本当に上顧客様のスピードと。いいよ。ありがとうございます。でそこからスーツですね。あ、スーツ出た、はい、これスーツ？スーツ。これスーツ？スーツ。シャレてますよね。なんすかね、その絶妙な、ライトグレーにちょっと同じトーンの、ね、ベージュが、ね、ライトグレーみたいなペンっていうのは。グレーの色もめっちゃ上品。これは洒落てますね。ね。いいじゃん。なんか持ってない、うん、配色そうした感じですよね。グレースーツ持ってない人も。なんか皆さんこういう配色のやつは全然持ってないと思います。そうですね。この合わせがいいっすね。当たってね。グレーシャツっていう。あ、シャツ、ね、グレーなんですね。グレーシャツ、ね、白じゃなくてね。洒落てますね。ちょっと黒と向けのできる男の感じ。あ、でこれあれだ。これだ。そうですよ、そうですよ。あら、あら、違う、去年のね。同じ、下掛けダボーの、下掛けダボーの、お気に入りの、お気に入りダボーがあると思う。また、あ、SS に出てるんですね。今夜も。あー、これじゃない？これいいっすね。生地も。ね。これ生地とこの生地。これはカルロバルクだ。
ああ、イタリアってもマニングだけど本当長くお付き合いをさせていただいている、はい、まあイタリアのここ、これいいです、これいいです、ズバコンでこれそうです、らしさがあるな、これです、これいいね、ウルシルクじゃないっすよ、これはね、ウルシルクリネル、まあ数値で三社コン、数値で三社コン、ウルシルクリネル本望です。だから生地の立体感というか凹凸感、かすれた感じもあり、質感もあり、かっこいい、シルク入ってるもんね、はい、もう単焦点するんだ、わあ、シルクが入ってると結構気持ちよくなっちゃう感じですね。もう一方入ってるんですね、この下掛けダブル。ええ。ブラウンのストライプ。いいっすね、これも。これもいい。こう秋冬に、あ、春夏にこういう濃い茶色もかっこいいですね。ね、僕が今着てるやつよりワントーン濃いんです。濃いですね。なんか春夏にあえて濃いをしくってもらう。いい、すごいわかります。なんか、大体明るい色に持っていきがちなんですけど、うん、まあ、しっかり。トランポリスね。うん。渋いですね、この。ね。あり方。まあ、そのなんか、あれですね、春夏先生の濃い茶色を食らいつくってやっぱ、ひねくれもんですね。そうですね。ほんとに。肝だよね。肝ですね。こじらせてますね。こじらせてる感じが。リングさんってやっぱりそのリングさんみたいなスーツ探しに来たんですけどっていう結構いらっしゃるんですか。いや、もう好きな人オンリーぐらいの、もうオンリーぐらいオンリーぐらいの、好きやわ、それかっこいいですね、好きやわ、見てシングルのにフルトーンで明るめのね、うん、かなりワイドピッチもいいよね、かなりワイドピッチですね、太めのワイドピッチ、やっぱさ、こんだけ毎年のようにさ、こう買うけど、結局持ってないのを出されちゃったら買わざるを得ない。歯止めは効かないですか。歯止めは効かないです。だって開きっぱなしですから。メールいただきました。そう、開きっぱなしです。これいいね。ティアモさんのクローゼット見て、あ、これ持ってないからこれ作ろうかなぐらいな感じでやってる説もあるっていう。これめちゃめちゃいいっすね。僕らあんまりこうネイビーとか逆に言うと持ってないから、うん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 、いわゆる一般的なネイビースーツみたいなの結構避けて生きてきた人なんで、なるほど、そう、あえてね、だから今見返してみると意外とネイビー持ってないなみたいな、確かに感じなんですよ、持ってても多分、そう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 、俺じゃない、まあ、なんか花が清涼感があっていいですよね、シングルはこれじゃない、かっこいいね、こいつ、うわー、あ、これもいい、これ、おっ、おお、これ、サッカー、うん、これもなんか、そうです、これでも、サッカーって結構皆さん、面のイメージあると思うんですけど、ウール100のサッカー、あ、出た、ウールサッカー、ウールサッカー、超いいっすよ、僕、1個持ってるじゃないですか、持ってあの、ブラウン、はい、ね、パッチのスーツ、パッチのスーツ、おととしか、あ、そうです、ね、あのこれもなんか、ウールなんで、面と違って、やっぱりこう通気性もありますし、ウールサッカー、すげえいいっす、シワにならないし、そうなんです、シワにならないですね、出張とかも持ってったし、そうですね、ピッティとかで人に行ってましたよね、うん、結構夏に面のしやすさかってずっと面って暑いんですよ、意外に皆さんイメージで面切られる方多いんですけど意外に暑いんですよ、ね、ルールだったらもうめちゃくちゃ夏の決定感じで、うん、これ今年いいじゃない、これおすすめです、ちょっとそんな感じっぽい、これはなんか、そうですね、あ、もう変わったか、触ったらダメだし、もう粛清で、もう簡単に入っております、ね。簡単っぽいっすね。これいいですよ。ね、まあ実を言うと僕これもあの買いました。あ、そうなの？そうなんです。あ、これ欲しくて、でパッチのスーツでテーマさん好きパターンですね。あ、もうスタジャスタ、スタジャスタ仕様になってる。ツートリでベルトです。ちょっと持ち出しでも長くて。はい。なのでもなんかこう。ローファーに素足で、あ、いい、これはね、いいと思います、こういうセットアップだとミッドコロでもいいし、うん、タイラップしてもいいし、そうだね、ほんと使える、出張っていいと思います、ですよね、うん、ちょっと程よいさ、カジュアルダウンなこうイメージも着れるじゃないですか、なんかオフィスカジュアルみたいなのもぴったりかなと思います、うん、ね、でなんかこう、グレーと白の配色なんで、うん、トランプブロンドさんだとやっぱりネイビーとかそう、ブルーベースだよね、なんですけど、このグレーっていうチョイスとまたあえてこの一色だけっていうのがすごい、これもシルクカシミヤのさ、普通のさ、こういうのとかさ、ね、
で、これ僕これにちょっと今かけてみたら、ちょっと俺グレーかなと思ったんですけど、かかってるの見た時にブラウンじゃないかなっていう、ちょっとブラウン、グレイッシュなブラウンですよね。生地もね、本当にこれも多分好きな感じ、好きです、うん、いや、やばい、どうしよう、うん、これはマイメージョン、それも強いかっぱいです、ね、止まらないです、止まらないです止まらないですこれよ、これ、おー、これですね、今年これ何色ですかって言って気になるようなのが、これ何色に、ちょっとグレーだけど、ちょっと光沢の部分がブラウンっぽくも見えるし、うん、グリーンっぽくもあり、グリーンっぽそうですね、グリーンっぽもあり、マニアックっすね、これ超マニアックじゃん、これグリーン、一応グリーンなんですよね、ベースグリーンです ね、でもだいぶグレーが混ざって混ざってますよね、グレースーツとしてもし、ちょっと言うたらソラーロっぽい感じなんですね、そう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 、これマジすごい、はあ、いいね、かなり通向けの、かなり通向けですね。持ってないかも、ね、生地もこれは英国のメーカーさんにリグジャケットはもう折ってもらってる、うん、別注でございますので、生地から別注、生地から起こしてますので、もう弊社のディレクター本心の本心で、なんかそういうのがいいですね、やっぱり、うん、なんかこう他にないんですよ、うん、絶対言い切れるものをやっぱりやるっていうのは、すげえ、やちょっとこれで決まっちゃう、いきますか。これちょっと在庫見ていきますか、見ちゃいますか、はい、これをと見ていきましょうか、ちょっと待ってくださいね、これをまず